皆さんこんにちは。今回はヤマハ B の SA37J、 こちらのフロントのタイヤ交換を行います。このヤマハの B の第2弾となりました。まあ、これ友人からの頼まれもんで、まあ、なるはやでということで朝の9時過ぎから、まあ寒い寒い、0度近い 0.4 度気温、まあ、早速やっていきましょう。走行距離の方が、9907キロ、まあ、1万いってない、まあ、そんなに走行距離が、目立って突出してるわけではないんですが、まあ、外装あんまり、まあ、年式層の、まあよまあ、劣化色褪せはそんなにないですね。ういってメガネ飛ばしました。いや本当に寒かったんですよ。気温0度、 0.4 度ですよ。まあその寒さの中、しかも素手でやってます。鼻水をすすりながら、よいしょ。寒いの。このパンタジャッキは我が家の愛車スバルサンバーのパンタジャッキです。まあこのパンタジャッキはね、時としてビードブレーカーにもなるんでね、重宝してます。でもね、最近はね、本当タイヤレバーで普通にビード落としちゃえるんで、落としちゃうんで、まあ大きなタイヤ外す時かな、ジャッキのビードブレーカー使うのは。あ、そうそう、そのうち155-13インチ8プラのタイヤ5本まとめて、交換します。その動画はまあそのうち上げますんで、よかったらご視聴ください。でせっかくホイール外したんで、ついでにあのメーターギアのグリスアップの方もやっていきます。まあ、ちょっとこれ戻りが悪いんでね、このブレーキのカム、これもちょっと一回バラして、もう一回グリスアップしますが、でこの寒い中ようやっとあの素手であるってことに気がついて、まあこれはあの薄いゴムの手袋なんですけどね、ようやっと手袋しました。動画が残念ながら私ジャンパーのチャックを開けたままでね、動画撮れてなかったんで、まあ、途中までの動画になりますが、でね、このブレーキのカムなんですけども、まあ、走行距離が、いや走行距離が1万キロ未満だったんですけどもね、ちょっと戻りが悪いというか、ちょっと渋い動きだったんでね、まあ、それと合わせて、まあ、グリスアップするついでにメーターギアの、まずメーターギアの方から始めたんですけどね。でこれですよ、このジャンバー、もう全く作業が見えてないんでね、本当に、まあ、これ以上再生するのか、再生するのも無駄かなということで、さて気を取り直してやりますかい、タイヤ交換の方に行きます。タイヤ交換の時もね、まだちょっとジャンバーのチャック閉めてなくてね、ところどころ見にくいところあるかと思うんですけど、まあ今後の課題ですね。というわけで虫回しで虫を外して空気に行きました。でこのタイヤやたら硬かったんですよね。すごく硬化した、硬化してるっていうのか、でタイヤの製造年が07年の20周ということで、これ初期の初期ですよね。 B の発売されたのが2007年なんでね、本当に初期の初期の頃の、SA37J です。しかも、片側のビードが落ちてるという、でさらに体重乗せただけで落ちちゃったという、本当はビード落とす動画も撮りたかったんですけどもね、あのビード落とす間もなくビードが落ちてしまったという、なんか私的にはなんか面白みのない映像になってしまいました。で製造されてからもう13年以上経過したタイヤなんで、まあさぞ、外すのが大変だろうと思ったんですが、まあ、意外とやっぱり50のタイヤって意外と簡単に外れますよね。意外と簡単に外れました。で基本首からぶら下げるカメラで撮影してるんですけども、まあ、たまたま横に置いといたカメラがちゃんと正常に映ってたんでね、ちょっと一応2画面で再生しております。まあ、これも、2画面の、左上に映ってる画像は、まあ、もうすぐ切れちゃうんですけども、まあ、切れるまでは同時に再生して、まあ、なんせ硬化してるんで本当に大
タイヤレバーもちょっと差し込みづらかったというか、まあ、かなり手こずっております。まあタイヤが硬いのもそうなんですけども、気温が低いのもね、やっぱりタイヤの硬さってもろに出てきちゃうんでね、やっぱり、まあ、環境は、まあ、良くないですよね、寒い時期っていうのは。あ、そうそう、リムプロテクターなんですけど、これチャリンコのタイヤ、このチャリンコのタイヤをちょん切ったやつ、これ使ってやってます。まあ、このお手製タイヤの側リムプロテクター、これ使い勝手いいですよ、薄くて雑に使えて、まあ、雑な私には持ってこいな。まあ、もちろん本物のリム、本物、まあ普通に市販されてるリムプロテクターもまあ持ってます。これまあ大体リムからタイヤ落とすときは、まあ、本物使うんですけどね、あのリムにしっかり噛んでくれるから、まあやりやすいっていうか、まあ雑な私が言うのもなんですが、まあ適材適所というか、まあそんな感じで。今画像にも映ってるんですが、ゴムハンマー、これちっちゃいんですよ。あの大きなゴムハンマー実は持ってたんだけど、前回タイヤ交換した時に、頭が飛んでて、まあ頭が飛んでてというか、まあ、シャンプーが折れたというか、まあ壊してしまいまして、まあ、そのうちお金貯まったら、お金貯まったらってわけじゃないけど、まあホームセンター行った日にはちょっと買ってこようかなと。で当然のことながら、バルブの方も、13年以上経過しているということで、逃げるな、まあ、たまたま、在庫ありました、 L のバルブで。私この L 型のバルブ入れるのすごく苦手なんですよね。まあこれを入れる専用のなんかツールってあるんですよ。あるんだけど私それ持ってなくてですね、大体あの首根っこ捕まえて、あのプライヤーで引っ張るという、まあそういったやり方を。ストレートだとあのなんだっけ、バルブインサーター、バルブインサーターを持ってるんですが、あの L 型の曲がったバルブ用のインサーターっていうのは持ってなくてね、まあ、こんな感じでラジオペンチで、あのタイヤビードクリーム塗れば、まあ簡単に引き上がるんでね、まあ私はその方法でやってます。でもね、このやり方でもね、変に力をかけるとね、あのゴムの部分切れたりするんですよね。まあ何回か切っちゃって無駄なことをしたっていう、そういった経験もあります。でこのタイヤなんですが、中国製のなんだっけな、メーカー忘れました、まあタイヤなんですが、あの K 点、あの黄色い丸が普通ってあるんですけども、それがどこにも見当たらないんですよね。まあ、まあ当然原付き程度なら、まあ、60キロも出さなければまあ問題ないでしょう、まあ、まあ印ついてないんで合わせようがないんで、まあそのまんま組んじゃいますけどね。でまあ私お得意の、なんだ下で何ゴソゴソやってんだって、もうジャンバーも邪魔してもう見えない状態なんですけどもね、本当に申し訳ない、本当に、ね、カメラの位置には注意します。まあ言い訳するつもりはさらさらないんですが、まあ言い訳すると、まあ、タイヤ交換の時って結構熱くなるんですよね。まあ体の方がですけどね、結構力使うんでね、熱くなるんで、どうしても夏場なんか本当汗だくですよね。まあそれと、まあ、作業に没頭してカメラの存在自体も忘れてしまうという、まあそういうことです。まあ動画を作る人間にとってそれっていかがなものかなってまあ思いますけどもね、まあ、まあ動画を撮影するたびにも本当反省の連続ですよ、うん、いや反省というかね、後悔の連続ですよね。もう本当にね、撮りたかったもう動画がもう全部、まあこんな今回ジャンバーですけどね、あの何かに邪魔されて、まあアングルが全然ずれてたりだとか、本当にもう悲しい、なんか作業し終わった後に悲しい結果になってるという。でなぜかもうこの動画の肝心な部分、あの作業、まあ一番見せたい作業の部分の動画が撮れてなくて、まあこんなどうでもいい、あの終わった後の動画ばっかりが綺麗に映ってるという悲しい結果。さて、まあ今回も、ビード上げ、まあ、ラッシングベルト、まあ今回は空気入れでやってみようというか、あのコンプレッサー出すのめんどくさかったんで、で結構密着が良かったんでね、あの空気入れで上がんじゃないのかということで、
空気入れでのビード上げですね。まあ実はあのコンプレッサー持ってない時っていつもこのやり方でやってたんですよね。だからまあ上がるのはまあ分かってるんですけど、まあね、最近なんかね、あのまあ年も取ったし、まあ、金に物を言わせやがっていろんなもん買って、ね、楽してますけどもね、まあ基本、まあ本当基本はまあ初心を忘れてないつもりではいますよ。まあ忘れてないです。いやもう本当ね、その昔、まあ私が16歳の頃ですよ、本当にまあラッシングベルトさえ使ってなくて、本当ただひたすら空気入れで、もう運を天に任せて、まあ1本上げるのに1日かけたことがありますよね。まあそれぐらい、まあ知らなかったっていうのは本当に、まあその頃なんか本当スマホどころか携帯電話それすらもうほぼ普及してない、あのショルダータイプの携帯電話が出始めた頃の時代で、でインターネットっていうのが本当にね、ない時代かでしたね。だから情報も本当に少ない中でねやってましたよ。まあその頃の、ね、情報源って言ったら、まあ知り合いのバイク屋の親父か、あとはまあバイク雑誌ですよね。元チャンプだとか、ね、月刊音が出てる、まあなんだっけ、いろいろありましたよねその時代。今もあるだろうけど、どこで聞く、まあそんなの本当にね少ない小遣い、バイト代の中からね、よく捻出してたなと感心します。まあ そんな話はさておき、まあこの、まあ、空気入れでのビード上げっていうのはまあちゃんと、ね、均一にこのリムがタイヤとリムが当たってるかで、まあ、結構ラッシング締めれば、まあ、こんな感じで上がっちゃうんでね、まあ、一回噛んじゃえば、まあ、上がっちゃえば、まあ、そのままラッシング外して、まあ、あとリムがポンと完全に上がるまでひたすら空気入れるだけなんでね、まあ、原付なんかはまあだいたいこの方法でいつも上げちゃいますね。はい、あビードね、まあ、分かりました。まあという具合にというわけで前後のタイヤ交換したんですけども、まあ、それと合わせて前後のブレーキの紙の方も調整の方いたしました。調整というか、まあメン軽くグリスアップとメンテナンスの方して組み付けしました。まあタイヤが新しい新品のタイヤだとね、本当に乗り心地もいいし安心できますよね。まあ、新しくてもね、タイヤの製造年が古かったりするとね、やっぱり。滑りやすかったり、ね、乗り心地も良くなかったりっていうのがあるんで、まあ、タイヤは一番大事な部分なのかな。はい、いかがだったでしょうか。今回使用した道具は、今回はたくさん使いました。メガネレンチの14番、ソケットの14番、スナップリングプライヤー、パンタグラフジャッキ、ラジオペンチ、虫回し、まあ、今で言うとバルブコア、リムーバーレンチなんていうのかな、タイヤレバーが2本、ゴムハンマー、リムプロテクターとラッシングベルトと空気入れ、以上使いました。そうそう、動画では映ってないんですけども、ね、まあ、ちゃんと、トルクレンチも使ってます。実は、まあ、コメントの方入れていただければね、まあ、可能な限り、それに合った動画の方も作成したいと思ってますので、よろしかったらコメントください。今回もご視聴ありがとうございました。